下宇佐国、下宇佐国、下宇佐の国、下佐の国、下津佐の国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する。現在の千葉県北部と茨城県西部を主たる、領域とする、旧国名。北で、日立国と下野国、西で、上野国と武蔵国、南で上、南で上佐国、内海を挟んで、相模国と接する。 この周囲によると、良き朝の名前たる土地というところより、国、ふさの国、総国、ふさの国と称したとされる総国の北部にあたり、総国の分割によって建てられたとも言われていい。古くは、のむお豆ふすけ、下もつふさと呼び、これが下房、下もふさ、しうさに転じたという。この下もうさ国の他にも、国の名前に、上、下や、前、後とつくものがいくつかあるが、 いずれも、と、近代以前の概念では、機内に近い方が、上、前と考えられている。上佐国と下モ佐国の場合、西国からの移住や外拓が黒潮に乗って、外房側から始まり、そのため、房総半島の南東側が、都に近い上佐となり、北西側が下モ佐となった。また、毛野から分かれた上の、下モと同じく、上、下を関する形式を取ることから、 カズサ、シモウサの分割を六世紀中央と見る説もある。律令制以前には、伊ウ派、千葉、バ、海城の国の宮津湖が置かれていた。律令制国家建設に伴って、東海道に属する一国となり、カツ千葉、チバ、インバ、ソ佐サ、ソウマ、サシマ、ユウキ、オカダ、カの十一の軍、兵をもって、両政国としてのシモウサ国とした、後、 豊田軍が加わる。もともと東海道は、海津、道、海路であり、和佐国から、下宇佐国へ入る経路だったが、後期2年、771年に、武蔵国が東海道に移管され、相模国から武蔵国を通って、下宇佐国へ入る経路へ変更された。国府は、市川市高の台付近に置かれ、国級は大国に位置づけられた。古代末期から中世にかけて、 千葉氏が台頭し、源の頼朝を支援して、鎌倉幕府創設に尽力した。鎌倉、室町時代と死後の地位を確保し、中世には千葉市の歴代当主が、下宇佐の信号と、剣助を兼ねるようになり、特別な敬意を込めて千洋助、千葉の助、千葉軍を領する、健助と呼称された。一方、最北部の有機軍を中心とした、 ゲヤ国との境界付近に根拠を持つ小山市の所流、結城市も鎌倉幕府の初めに貢献して、独自の勢力を築き、室町時代の一時期にはゲヤ国の守護に任じられている。十五世紀前半の影響の乱や、その他の関東の動きに、結城市や千葉市も巻き込まれる。結城市は結城合戦で、室町幕府と戦って一時滅亡に追い込まれ、千葉市も京徳の乱における内紛で、 宗家は滅亡。その結果、千葉市は武蔵国に逃れた一流と千葉から、桜に拠点を移した一流の二つに分裂することになり、次第に衰えた。代わって、下佐正未城に寄った小弓御所、足利義明が誠意を振るい小田原の北条し、対抗した。1538年、天文七年と1564年、永六七年の河野大合戦において、初めに、 足利義明が敗し、また、義明の後に対等した、安防国の里見氏が敗北したことにより、下佐国内は、小田原の北条氏の強い影響を受けることになり、桜の千葉氏やその家臣で主家をしのぐと言われた原氏、また、高氏らが従属家に置かれるようになった。1590年、天正18年、豊臣秀吉の来航に、北条氏は屈服したが、千葉氏らは、 これと運命を共にした。再考された結城氏も、北条氏と上杉氏や佐竹氏との間で連携と、離反を繰り返すが、最終的に豊臣秀吉に従って、所領を安堵されている。徳川家康の関東入府直後には、下宇佐は万国以上の十一氏が配置された。それらのうち比較的に規模が大きいのは、小賀藩、最大十六万国、桜藩、 最大14.2万国、関宿藩、最大7.3万国のみで、その他の藩はいずれも1万国前後の小藩であり、藩自体の存続期間の短いものが多かった。他に、幕府領や旗本領が入り組み、小賀、桜、関宿の各藩も含めて、藩主の交代が頻繁であったために、下佐国全域を統合するような政治文化は、醸成されなかった。初期、 1683年、上京3年また一説によれば、官営年間、1622年から1643年に、下宇佐の葛飾軍から利根川、現在の江戸川下流伊勢の地域を先、武蔵国の葛飾軍、現在は東京都、埼玉県に属する部分の大部分とした。国内の損数は、天保期には約1620過損を数えた。 1867年、慶応三年の大政奉還の時点で、下嘘国内には、有城、小賀、関宿、桜、高岡、高、小見川の八藩と幕府領、旗本領が置かれた。1868年、慶応四年、明治元年、幕府が崩壊して、明治政府が関東地方を制圧すると、下嘘国内の旧幕府領、旗本領は、下嘘地検事、 笹竹直部の治水畜流の管理下に置かれた一部は武蔵地検寺だわ安房和佐地検寺の所管。1869年明治2年に下宇佐地検寺の管轄区域に葛飾県が置かれ水畜流が県知事となって一万三千六百国余りを支配した。一方、1870年明治3年には従来の八藩の他に蘇我屋藩が 新たに置かれた。1872年、明治四年廃藩地権によって各藩は県に改変。同年11月に、下佐国内の各県が統合され、西藩の旧軍、有城、豊田、岡田、佐島、葛飾、相馬、陰馬、羽生、千葉に陰馬県が成立し、東藩の三軍、香取、相佐、海上は、日立国の南半部と共に、新張県となった。 千八百七十三年、明治六年、印馬県は、木更津県、か佐、安房両国を管轄区域とすると合併して、千葉県となり、千八百七十五年、明治八年に、新井張県が廃止されると、南半の下宇佐国三軍が、千葉県に編入され、逆に、旧千葉県管下で、とねがわ北の区域、有機、豊田、岡田、佐島の4軍及び勝しか、 相馬両軍の一部が茨城県に編入された。また同時に、葛飾軍の内江戸川衛生の区域が埼玉県に移管された。この結果、下佐国は茨城、千葉、埼玉の三県に分割された。国士が政務を取る国庁と国府は、現在の千葉県市川市の河野台にあったとされ、国府関連施設と思われる遺跡が発掘されている。 軍河は、下宇佐の軍家のうち、羽生軍家は、栄町王派大席、また軍家に関連する下宇佐相馬軍の多祖、小勢を入れる小僧が、阿鼻子微州西石跡と想定されている。一宮の香取神宮の力が非常に大きいため、二宮以下は、実質的には存在しなかったという説もある。いずれも、律令時代の駅、太字は主要なもの、内海、外海、 利根川、カトリ会、括弧内には補足、他の故障、管理者、成立年等を記述する。出展、内閣統計局、編、早見通る、復刻版監修会来、国政調査以前日本人口統計修正巻1、1992年、及び、別館1、1993年、東洋書林。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。